吉田です。今回はヤフオク出品で儲かるコツは商品説明文の書き方ということでお伝えします。今回はヤフオクで儲けるための商品説明文の書き方を徹底的に解説していきますので、最後までお付き合いください。商品説明が上手い人は売れている。まずは商品説明文の基本から説明します。入札者の欲しい情報を的確に与える。購入者の疑問をすべて解決してあげることが商品説明のコツです。入札者の知りたい情報を妥協せずに入れましょう。状態の説明はより詳しく書くべし。不要品や中古品など購入者は説明なしでは状態を想像できません。なので納得して購入してもらうために写真なども挿入して、傷や汚れも正直に詳しく書くべきです。商品説明文の書き方を上達させる6つのコツ。6つのコツを押さえるだけで商品説明文はぐっと良くなります。商品情報はできるだけ多く。1つ目に商品名、ブランド、色、型番、サイズ、素材、材質など基本的な情報をできるだけ詳しく書きましょう。商品の状態は細かく記載する。2つ目は新品や中古など商品の状態です。保管状況や使用頻度なども細かく書きましょう。付属品など本体以外も正確に。3つ目に付属品の確認です。箱や説明書など付属品の有無をしっかり明記してください。商品のメリットとデメリットは書くべき。4つ目に商品のデメリット、それからメリットを記載することです。購入者が入札する際の参考になります。決済方法を確認しよう。5つ目にヤフオクはヤフー簡単決済しか利用できないので、決済方法をしっかりと記しておくことです。それだけで決済に関しての質問が減ります。配送方法と送料の詳細。6つ目に定形外郵便、ゆパック、メール便など配送方法を事前に決めておき、できるなら送料も明記しておくべきです。配送方法は種類も多いため後から決めるのはやめましょう。ジャンル別の商品説明に書くべき内容。次にジャンル別の商品説明に記載しておくべき内容について説明します。洋服の説明をする場合、商品名、ブランド名、サイズ、色合い、素材、状態、購入時期などを必ず説明しましょう。洋服のサイズは実際に測る。洋服のサイズは S、M、L だけではなく、実際に寸法を測って情報を記載しましょう。家電の説明をする場合、家電は商品名、型番、メーカー名、重さ、カラー、動作確認、保管状況に加えて、サイズは横幅、高さ、奥行きまでしっかりと記載してください。キーワード選定は商品説明文の肝。商品検索に直接影響するキーワードの選定は重要です。商品説明文やタイトルにキーワードを的確に含めましょう。ブランド名と型番は絶対に入れる。商品名は正式名称と型番、ブランド名は英語表記とカタカナ表記など複数の表記を書きましょう。特徴やインパクトのあるキーワードも重要。商品名以外にもスポーツ用、Bluetooth 対応、防水、防塵など特徴となるキーワードを入れておくと購入者に見つけられやすくなります。商品名が不明な場合のキーワード選定方法。商品名がわからない場合は、子供服、何歳用、男の子用、女の子用など検索されやすいキーワードを入れましょう。キーワード選定に困らないおすすめワード。全カテゴリ商品で使えるパワーワードを覚えれば、キーワード選定に困ることは少なくなります。アピール用のキーワード。新品や未開封、未使用、備品、送料無料、限定品など目を引く言葉を入れるだけでアクセスが一気に増えます。ヤフオク出品者におすすめなオークファンのテンプレート。商品説明欄に重要な見やすいデザインとレイアウト。ゼロから作るのは大変ですが、オークファンの出品テンプレートを使えば初心者でも簡単に素敵な商品説明欄を作ることができます。テンプレートで商品説明をしよう。
まずヤフオクの出品から説明文を HTML タグ入力に切り替えます。次に簡単きれいに入力できるテンプレートを使うをクリックしてください。オークファンの出品テンプレート画面に必要な商品情報を入力します。デザインを選べばテンプレートの完成です。テンプレートの使い方は簡単。作成したテンプレートを使用するには出力された HTML コードをヤフオクの説明文入力欄にコピペするだけで OK です。ヤフオクアプリならテンプレートも楽々。ヤフオクアプリの商品説明文テンプレート機能も使いやすいです。ヤフオクアプリには公式のテンプレート機能がある。スマホ版のヤフオクアプリを使うだけで商品説明文の自動生成やオリジナルテンプレート保存の機能を利用できます。ヤフオクアプリから出品作業をする方法。まず出品ボタンをタップし、商品説明欄でテンプレート読み込みをします。あとは商品に合ったテンプレートを選んで残りの情報を入れるだけです。母音用テンプレートで出品する流れ。出品ボタンから商品の説明をタップします。テンプレートから読み込みを選択してください。一覧から好みのテンプレートを選びましょう。テンプレートを見つけたら適用するをタップします。テンプレートが説明文に挿入されているのを確認してください。残りの商品状態を加筆して出品完了です。自分だけのテンプレートを作ろう。商品説明文を入力しテンプレートから保存します。テンプレートの名前を決めてオリジナルテンプレートは完成です。テンプレートは一覧から見ることができます。オリジナルテンプレートは選ぶだけ。商品説明入力画面でテンプレートから読み込みをタップし使いたいテンプレートを選ぶだけです。説明文が入力されていた場合は上書きと末尾に追加のどちらを決められ、末尾に追加を選ぶとテンプレートが商品説明文の下に挿入されます。まとめです。ヤフオクで最も大事なのは商品説明文です。今回紹介したヤフオク出品の商品説明を参考にご自身の出品内容を良くしていきましょう。ということでチャンネル登録お願いします。